パラダイスでトラブル発生？そんなこともあるんです。ウォッチモジョへようこそ。今日は浮気がバレた有名人トップ10をご紹介します。ここではパパラッチやソーシャルメディア、写真のリークによってセレブの浮気が公になったケースを見ていきます。第10位、ロビン・シック。2013年、ロビン・シックは歌詞が問題になったヒット曲、ブラードラインズから始まり、あらゆる深みにはまってしまいました。最大のダメージは、社交界の名士、ラナス・コラロと一緒に写っている写真で、背後にある鏡で、二人がどれほど親密になっているかが丸見えでした。8年間連れ添った妻、ポーラ・パットンは、彼が肉体的、精神的に虐待していたとの告発を受けて、接近禁止命令を申請しました。第9位、ヒュー・グラント。ノッティングヒルの恋人の俳優、ヒュー・グラントは、サンセットストリップで一緒にいた、売春婦のディヴァイン・ブラウンと共に逮捕された時のことを、狂気の沙汰と表現しています。実際の事件の写真は撮られていませんでしたが、ブラウンが出会いのエピソードを報道機関に売り込んだりする結果となってしまいました。長年の恋人、女優のリズ・ハーリーは、一時的には彼との関係を修復しました。しかし二人の関係は2000年に正式に終わりを告げます。第8位、トリスタン・トンプソン。バスケットボール選手クロエ・カーダシアンのボーイフレンドであるトリスタンは、自分がかなりのプレイヤーであることを証明しましたが、コート上の話ではありません。トンプソンは2018年に二人の女性との親密な様子が話題になりました。一人とイチャイチャし、もう一人をモーターボートで走らせている映像が流出したのです。これはクロエが娘の出産を控え妊娠中の出来事であることは間違いありません。残念なことに、これはただの不貞というわけでもなかったようです。第7位、ライアン・フィリップ。フィリップは婚約者で妻となるリース・ウィザースプーンと1999年のクルーエル・インテンションズで共演し結婚しましたが、ストップロス、戦火の逃亡者の共演者であるアビー・コーニッシュと親しくなり始めたことで複雑なものとなりました。二人はテーブルの周りにカーテンを立てたにもかかわらず、一緒に食事をしているところをキャッチされました。疑惑のシーンはともかく、7年間の結婚生活と二人の子供の後、リースはライアンと別れてタレントエージェントのジム・トートと結婚し、ライアンとアビーの恋はすぐに破局しました。第6位、ザ・ドリーム。ザ・ドリームとして知られるプロデューサー・ラッパーのテリウス・ヤング・デルナッシュは、女優・歌手のクリスティーナ・ミリアンとの間に子供を授かった後、2009年に結婚しました。しかしこの結婚はドリームにはほど遠いものでした。ナッシュと彼のアシスタントがカリブ海のビーチでの親密な様子を捉えた写真が流出し、ナッシュは約10ヶ月後にミリアンとの別居を発表しました。ミリアンはザ・ドリームとの結婚生活を地獄と表現していました。第5位、ジェイソン・アルディーン。このカントリー歌手は高校時代の恋人であるジェシカ・アン・ウッセリーと結婚し、二人の娘を育て、ラブストーリーのような人生を送っているように見えました。しかし2012年にアメリカンアイドルコンテストの出場者であるブリタニー・カーとバーで親しげにしているところを写真に撮られてしまいます。オールディーンはその後カーと結婚しました。アルディーンとカーはそれ以来子供も加わって一緒に暮らしています。第4位、キャサリン・マクフィー。アメリカンアイドルの準優勝者であるキャサリン・マクフィーは全てを手に入れたかのように見えました。しかしミュージカルドラマスマッシュで監督を務めたマイケル・モリスと白昼堂々キスをしているところが撮影され、これが原因でマクフィーはマネージャーのニック・コーカスとの6年間の結婚生活に終止符を打つことになりました。彼女は後悔していないと主張しており、一方のモリス夫妻は現在も一緒で、過去のことは水に流したようです。第3位、ケビン・ハート。このセントラル・インテリジェンスのスターは、残念ながら妻に隠れて女性にちょっかいを出してきた長い歴史を持っています。彼は2013年のスペシャル番組「俺の話を聞いてくれ」の中に、最初の妻ト
トレイを裏切った浮気の話を盛り込んだほどです。ハートはその4年後、息子を妊娠中の2人目の妻エニコ・パリッシュを裏切ったことを公に認め、自分の行動が無責任極まりないものであったことを認め、自分は完璧ではないと主張しました。第2位、リアン・ライムス。ハリウッドではありふれた話であり、陳腐とさえ言える話です。俳優のリアン・ライムスとエディ・シブリアンはテレビ映画の撮影現場で出会い、すぐに意気投合しました。二人には配偶者がいたにもかかわらず、関係が大きく報道され、二人はそれぞれの配偶者と別れて2011年に結婚しました。ライムスはシブリアンが結婚生活中に浮気をしても気にしないと言い、実際にシブリアンが他の女性にちょっかいを出しても平然としていました。まあ、二人には歴史がありますからね。1位の発表の前にランキングを外れた人々をご紹介します。第1位、クリステン・スチュワート。映画トワイライトはポップカルチャーと恋に悩むティーンエイジャーに多くの話題を提供してくれました。主演のクリステン・スチュワートとロバート・パティンソンのスクリーン上とスクリーン外での恋愛がその最たるものです。二人はまるでステファニー・メイヤーの本から抜け出したような相性の良さ。ところが既婚者であるバート・サンダース監督のスノーホワイトの撮影現場で、彼女が監督と抱き合っているところを撮られてしまい、パティンソンとの関係は修復不可能になってしまいます。ネット上での怒りの声の大きさから判断すると、一番傷ついたのはファンだったようです。